こんにちは。今回たどる懐かしい広告は1974年1月号の雑誌からです。一緒にねたどってくれるのはね同時期、まあ、この1月の時点ではまだ発売されてなかったはずですけれどもね、このね箱を見ているだけでね、私はそうですね30分40分飲みながら眺めていられますね。はい、あのフェルメールの絵と同じような私の中では位置づけになっております。そうご存知のね、MGC のコルトガバメントモデルですね。はい、これはもちろんね、SPG になってからのモデルですけれども、箱はね変わってないですよね。はい、素晴らしいデザインのパッケージですよね。まあ、銃自体もね当時 GM2 と呼ばれ方を少なくともファンとお店の間の会話では出てこなかったですね。ガバメントのブローバックくださいというとこれでした。はい、で先のね、発売だったあの SIG ですね。はい、今はなんかシグになっちゃいましたけど SIG のねどちらかというとね火薬2粒のね割と上には上がるんだけれども軽い感じのそのブローバックに比べるとやはりねこれは3粒から4粒人によっては5粒入れる人もいましたんでガツンとね来るねブローバック、それとねどこまで飛ぶかわからないぐらいの勢いのねプラカート、これの組み合わせでねまあものすごい楽しいモデルではありましたね。はい、じゃあねこの箱をねまた最後にね皆さんとね眺められたらなと思いますけれども、早速本編の広告の方にね入っていきましょう。もうね結構今回はねおっていうねモデル出てきます。はい、まずね、1月号のね表紙はこれですね。はい、で扉を開くといきなりですね、まあ、こういうねやっぱり実銃がまだ74年ですからね多いですね。それとこの大日本、これ産経が出してるんですね。産経出版が、ね、新聞社出版社がね、まあ、うち産経新聞なんでね。で次がすごいですよ。じゃんね、CMC のねラーマって書いてありましたよね。あのカウンターっていうかあのウィンドウの中でのね、なんかいつの間にかリャマなったりしてますけれどもね。はい、これはもうすごいなこのモデルはみたいな感じでね。これがあの CMC のモデルそのものかどうかっていうのはね、またラーマありますんでね検証してみたいと思いますけれども、どういう素性のものだか分かりません。試作品なのか何かはね、はい、あるいは輸出用仕様なのかとか全然ちょっとその辺は分からないですけど、でこの時の CMC のラインナップはこんな感じですね。皆さんお持ちになってたのもありますね。ダイヤモンドバックもバタバタ元気ですね。私ダイヤモンドバックはね 2.5 インチは5000円しないで買ったと思うんで、まあこの時よりもね 2,3 年前ですけどね。はい、CMC 元気いっぱいですね。で次にね出てきます、東京レプリカコーポレーションね。はい、どうでしょうこのね、ただいま好評発売中 M16 ね。はい、それとこの辺のところね、ねこのルガーなんか見るとね、あどの系列だねなんていうのがね分かる人には分かるということですね。でこのスライドアクション、まあ、多尿アクションのねルガーね、たまたま昨日見たね小林明の映画で出てきましたね。この銃をねルガーを空打ちするシーンでね思いっきりカシャンっつってね、弾入ってない設定なんですけどね、トグルがビョンと跳ねてましたね。爆破3秒前っていうね大藪春彦原作の、小説の映画を映画化版ですね、小林明主演のやつ、高橋秀樹共演のやつでね出てましたよ。タニオルタニオとか、まあスライドアクションルガーね、そしてまあナイフ広告が出てるというところですね。やっぱ古い映画もうほんと見逃せないですよね。もうやるたんび見てますよ。はい、そして次の広告はハドソングリースガンね。はい、かっこいいですね。このあのなんとなくこう普通の人が持っているっていう雰囲気が写真がなんとも微笑ましいですけど、そして、モーゼルカービンですね。 MGC のものとねよく比較したりしましたよね。はい、
友達がねハドソン版のモーゼル持っててね、マガジンが抜けることに対してねイチャモンをつけた記憶があります。私が間違っておりましたね、誰々ちゃんごめんなさいね。そしてこれもしばらく、ほんのしばらく私ね、あそれでも数年だな、所有してたんですけれどもね、バレルがね崩壊しちゃってね、捨てちゃったんですけど、もったいないことしたな。で私の記憶ではこれは分解は実物通りのバヨネット式だったような気がするんですけれどもね。はい、このベレッタ1934の話はいつもしますよね。はい、規制でねチャンバーの上に穴が開いたおかげで上に火を吹くというね、素晴らしいデリンジャーでしたね。はいね、でこちらもまたね合わせるように実銃の広告が載っていると。まあ紛らわしいって言っちゃえばそれまでですけれどもね。そしてやっぱりこの頃って大人の趣味って感じですよね。ね、やっぱこの華麗な男たちの伝統的な手応えっていうことで、アンティーク感ですね、かっこいいですねこれ。でもねこういうのが出ていると。はい、そして次がここだな、よいしょ、これが閉じられてるから、あれこうか、愛沢工場っていうね、なんか珍しいですね、会社に何々工場っていうね、つけられるっていうのは非常に珍しいと思いますけども、素晴らしいですね。ホルスターのみのこのね広告、まあ、72年当時のものに比べると2年経っただけで随分ね印刷技術も進歩したっていうんですかね、だんだん綺麗になってきてますね。モノクロですが十分鑑賞に耐えれるものだと思います。で次がですね、ここが謎、さっき話したね MGC の SIG ですね、サンダーブリッドピストルシューティングっていうね、これワックス弾ね、ワックス分かりますよね、ワックス、ワックス弾を使ったねシューティング、ずいぶん前にね G 氏を紹介してた時にこの話してたと思いますけれどもね、このワックス弾っていうのは結局流行らなかったんですかね、それともやっぱ問題があったんですかね、まあよくわからないというところですけれども、大々的にね1ページね広告になっています。で次はここかな、お、はい、ちょっとね、こんな感じでお見せしますけれどもね、ピッとちょっとピンと合うかなね、こんなゴシング催涙スプレーなんかがね、出てきてる頃ですね。ご用だなんて言ってね、手錠だけ売ってるね広告も出てきますね、この後ね。はい、今日はちょっとお見せできないですけれどもね。でこれはね、こっち半分隠せばいいか、 MGTS さんですね、これは結構印象に残ってますね、こちらのね広告は、このロゴですね、 MGTS っていうのとね、もうずらりと、もうね古式ゆかしいね、まあやっぱ対戦ものが多いですよね、あとウエスタンですよね。でこの辺のところがね、まあベトナム戦争当時のものっていう感じで、はい、まあやっぱりその当時の不安のね、思考みたいなものもある程度これで分かりますね。まあ逆に言うと販売された銃を買うしかなかったんですよね、我々はね。ですからそのある意味思考はねメーカーに作られたとも言えるかもしれないですね。でこれね、これがおっと思ったのはこれなんですよね、忠実に作り出してみましたって書いてあるだけなんですよ。まあもちろんこれはね M16 だってのは分かるんですけれども、忠実に、忠実にってひらがなで入って、この2つの言葉の意味がよく分からない、長い間お待たせしましたということでね、私全然ノーマークでしたね。モデルガン規制対象外製品、まあ、規制の対象外だったわけでは厳密にはないですよね。インサートはしっかり入ってなきゃいけないよっていう元々の、規制、一時規制以前の規制には指導ですかね、行政指導ですかね、それには関係あるよということでね、まあ、MGC 版がね少しやっぱりオリジナルメカで分解方法、あディスアッセンブリーじゃなくて何でしたっけ、なんとかアシストって言ってボルトが不良、閉鎖不良の時にピコピコ押すパーツのあたりがフォワードアシストか、あれがねやっぱ形状が違ったりというところもあったんでね、そういうところをやっぱりリアルに作ったってことですかね。はい、国際出版代理部ということでね、
で次もね、これもねって驚いたんですけれどもね、はい、デジタル断速計ですね。電子断速器、まあ、断速器の原理っていうのは皆さんお分かりの通りね、暗くなった明るくなった暗くなった明るくなったで撮ると思うんですけれども、当時で4万2000円ぐらいでその機能を作るっていうのはなかなか、まあ、リーズナブルなんじゃないかなって気がするんですよね。で用途は当時は弾の飛ぶモデルガンはなかったはずですから基本的にはないんで、まあ、銀玉鉄砲の弾速を測るのにこれを使うはずもないと。で用途を見るとですね、まあ、多分実銃の弾速でしょうね。それとアーチェリーの矢速っていうんですね、矢の速さ、これを測るために使うようなツールだったようです。全然知りませんでした。私はもちろん当時これ読んでますよ、この雑誌はね。だけど記憶に全く残っていないという、まあ、断速機に興味はなかったんでしょうね。何しろ弾出ないですからね。そしてここですね、国際産業株式会社いよいよアメリカに進出と、卸売りもやってますっていうね。でトンプソン、まああのグリップの仕上げとかその辺はね良かったですよね、これね。でこの当時もね、センティニアルとかね、もちろんチーフもありましたよね、このアーリータイプのね3ピースと。チーフもそうですね。で割と早い時期から HSC はいましたね。あ、これがアメリカにクラシックコレクションズ社を設立、あ、販売子会社を作ったわけですね、当地にね。でこんな感じで売ってたんですね、広告が。これは貴重ですね。あれ、下読みした時にここに気がつかなかったな。はい、そしてその裏にはね、まさか最後まで丸郷さんが残るとは思わなかったけど、丸郷さんですね、はい、おっとおっと。丸郷さんのこのウィンチェスターっていうのはね、私持ってなかったんですけれども ね、こういうねコルトコブラ新製品になってます。嘘つけ、この時も新製品じゃないじゃないですか。私が5年の時ぐらいに新製品だったんですけども、これもう 2,3 年経ってますよ。同じの使いましたなって感じですけれどもね、はい、PP なんか斬新でしたね。はい、で先ほどお話しした中田ルガーもいますし、はい、ね、こんな感じで丸郷商店 G 係なんてね、怪しげですけど多分 G はね雑誌名の G でしょうね。はい、そしてこっちか、あ、丸郷さんが終わって、お、で最後これもまたね、っていうね、はい、お持ちだった方、ぜひあのコメントいただきたいと思います。ワルサー P38 ブローバックモデル MKK、まあ、つまりマルシン工業さんですよね。はい、全く記憶にありません。金属モデルで MGC の MJQ 以前にブローバックモデルとして存在した量産品としては、私は CMC のブローバックモデルしか知らないんですよ。マルシンさんやってたんですかね、それとも後に出る樹脂製のことをこの時からもう宣伝してたんですかね、ちょっと分かりませんけれども、まあ、こんなねカタログ、買うよみたいな一瞬思ってしまいました。はい、で M16 はね、前回かな以前かなんかご紹介したやつしっかり紹介されてましたね。でこちらには当時のマルシンさんの、ラインナップですね、見てください。もうなんか、このシングルアクションアミたちが着ぐりを履いてね装着されたりしてますね、フロンティアがね。でルガーはこれた、あのスライドアクションルガーは引き継いだ形ですよね、はい、ハイパーもね、もともと製造がマルシンさんだったのかな、もしかしたらね。まあ、芋のは吹いてたはずですからね。あ、失礼、こっちはね、MK 金属工芸になってますね。はい、おそらくマルシン工業さんの M と K で、金属工芸だから芋の部分っていう感じですかね。あるいはそのね、彫刻とかを施すような部分ということなんでしょうか。はい、で最後ははい、ヤングメンズコレクション、並べててこれ撮る人気持ちよかったでしょうね。まあお店でやってると片付けるのが大変か。はい、
で並行してね、ほぼ同じスペースでね、半分ずつでね、こういう刀剣の方ということで、最後にもやっぱりエアライフル、実物のエアライフルの宣伝があるということで、やっぱり雑誌の趣というかね、そういうのがね、で必ず後ろにボーガンと、はい、ね、今回はあの女の子なしですけれども、これですごくかっこいいですよね。このぼかしがいいですね。そうですね、 F3.5 からぐらいで撮ったと見たね。はい、当時のカメラでフィルムカメラですからね、レンズもね、そんなにバカ明るいのはないはずなんで、 2.8 かな、そのぐらいかなで撮ったのかなっていう感じですね。あるいは4ぐらいかもしれないですね、ちょっと遠くからね。85ミリぐらいのレンズでぐーっと寄ってみたいな。あ、それともこれあれか、あの35ミリフィルムじゃないのか、こういうのってのは。そうですね、大きいやつでリバーサルですよね、はい、6×9 とかでね、はい、ということで、ね、いくつかおっと思うモデルがねあったと思うんですけれども、皆さんのご記憶にありましたでしょうか。さて、懐かしいこの箱とね、モデルを見ながらね、お別れしたいと思います、ね、スッカスカで軽いですよね。ショートリコイルもしませんね。作動ちょっとこれ作動させたことあんのかなね。こんな感じです、軽い音が。こんなもうスッカスカのプラスチックです。それでもね、やっぱり大好き。はい、今でもね、やっぱりこのモデルが好きだって方はね、私は多いと思います。もちろんね、リアルサイズの今の素晴らしいガンマ弁当に比べればね、見劣りする点はいっぱいありますけれどもね、私はね、このテッカテカのね ABS、 そしてこのね、微妙なエアコキのような、今で言うとね、軽さだけど、この箱を見ているだけで、冒頭申し上げた通り30分から1時間ですね、じっといろんなことを考えながらね、お酒を飲むことが可能な、大人になりました。はい、ということで、今回の、懐かしい広告はね、 MGC のガバメントブローバックモデルと一緒に1974年の1月号、はい、辿ってみました。ではまた。